雨の中外で待ってた待ってました気をつけしてこうやってたそらそうですよ加勢させてこい。この番組はゴーゴスポンサーステーションだお送りします。あ、これよく聞かれるやつですね、うん、2人の出会ったきっかけは何だったんですかって。これは結構言ってますけどね、はい、そうですね、まあ、僕はシャウトに悩んでて、はいはい、でリンチの葉月ともあろうものが、いえいえ、そうですね、シャウト出し方で YouTube 検索してそれやばいんだよな。そんなことある。本当ですよ、夢にも思ってないですよ、ね、みんな。はい、普通のイメージからしたらそうなんだろうけど、全然困ってるように思います、ね、シャウトがだって特徴っていうかさ、そうですよ、売りだったり、いやもう本当に、だけど出なくなっちゃったから、いやいやいや、そうやって検索したので、したらこの人が出てきて、ありがとうございます。すごい理論的に物事をシャウトを分析してやってるから、この人だったらなんか助けてもらえるかもしれんと思って、メールしたんですよ。お仕事はこちらまでの G メール、 G メールです。普通のメアドに、そうです、リンチの葉月ですってメールしてね、本当にそれが来たんですよ。リンチの葉月ですが来たんですよ。何これと思って、もうちょっとリンチの葉月申します。そうです、おっしゃる通り、よく覚えてらっしゃいますね。ですはちょっと偉そうだなと思って。そうです、リンチの葉月ルテージはもうそれ。そうですね、うん、リンチというバンドの葉月と申しますかもしれない。で来てました、本当におっしゃる通り、うんうん、多分そうだと思う。もうそれで来てました、うん、よく覚えてらっしゃいます。それが本当に来て、僕はもう当然偽物だと思って当然釣り釣りで よくあるやつそうそう、フィッシングのあれかなと思ったんですけど、だからもう一応その本人の可能性があると思って可能性もあると思ってどこに本人の可能性があるのちゃんとして、ちゃんとこう、ちゃんとしたこう文面で。ああ、そうですか。そうです、まあ、この腕のあれですけどで、来ていただいたんで、うん、まあちょっとこれ本人だったら大変なことだと思って、うん、まあ本人だったんですけどね。そうなんですよ、はい、で、まあね、お肉屋さんでちょっと待ち合わせしてたら、まあ、俺ちょっと遅れたんだよね。あ、そうでしたっけ。そう、10分ぐらい遅れちゃったんだけど。ああ、はいはい、はい、雨の中外で待ってたんだよね待ってました。気をつけしてこうやってたそりゃそうですよ、加勢させてこうやって緊張して、そしたら葉月さんが、そう、石像みたいなやつ俺が、あにらわ、そうなんですよ、こんばんはつって、アディダスのジャージを着て、はじめまして、そうなんです、そうなんです、そうなんですそうですよ、お越しいただいて、あーってなって、お話しさせてもらって、その後ね、のね、俺の一問目の問い、未だに覚えてるけど、はい、その、できてたことが、はい、時が経ってできなくなることってあるんですかって聞いたのが最初。あー、はい、それはすげえ覚えてる。ああ、それ逆に僕覚えてなかったかもしれない。あ、そう、一問目のそれ、あ、俺一番それが、それがメインテーマだったから。いや、ありがとうございます。それはなんかそれをこう吐露していただく、そのなんでしょう、勇気っていうか。いや、全然全然ない。あ、そう、調子悪いことはもう言ってるし、悪かったっていうことはね。ああ、だから取り戻したからこそ話せるんだ。なるほど。その当時はやっぱ言いにくいよね。嬉しいわ。そうですよね。そうですよね。っていうのが、うん、リアルな出会いでございましたね。その時の魔法先生の回答は、はい、ちょっと分かんないっす、雑なの、やめちまえどうなんですかね、そいつやめちまえ。僕はまだなったことがないっていうさ。あ、そうですね。そう、僕はなったことないから、葉月さんのその性格上、うん、多分そのさっきその発声のお話もさせてもらう中で、でもそうだし、普段のところでも垣間見えると思うんですけど、うん、やっぱ理論派っていうか物理じゃないですか、うんうん、理系だね。そうですよねで、僕もなんか その感じがあったんで、うん、故にこう壊したこともないし、スランプないかったし、今もないんですけど、そこが結構フィットしたのかもしれないですね。僕が言うのも僭越ですけども、俺でも物理になったの最近だから。ああ、なるほど。そう、理系になったの。それまで俺体育会系だったもうマジでそうなんです、ね、本当に。へえー、なるほどなるほど。考えたことないの、どうやって歌うのかなって。意外とスピリットだったんですね。スピリットっていうか、もうパワーだね。ただやるっていうそれはそれで心を込めるとかも考えたことないけど。あ、なるほどなるほど。別にも考えたことなくて、ただやるっていう。そういう歴史だったんですね。そう、であんたと出会って物理になっていく。あ嬉しい本当にそう嬉しい。いや、ありがとうございます。覚えてないです。あ、ありますよ。知識は助けてくれるよな、マジで。本当そうですね。ね、だしその時分かんなくても後でこうね繋がって、よりそれが強固になるんで、たくさんこう、点在してる点がね。いや、そうなんですよ。パパパパパパって一気に繋がっていくんだよな。いや、本当にそうなんですよね。あれがもう気持ちよくて、
その瞬間が来るまで苦しいけど、まあ頑張ってくれ。まあそうですね、年かかるかもしれないですけど、ドラクエと一緒、間違いない。あ、さ、経験値積んでもさ、ああ強くなんないじゃん。そうですね、レベルが上がるまで。いや、そうなんですよね、氷を起こすまで。あれと一緒ですね。ほんとそうですね。そう、パンって急に来るんですよね。そう、レベル上がったら一気に強くなる。いや、一瞬でね。ほんとにそうっす。これよく聞かれると思うんですけど、はい、僕もなんですよ、喉のケア。いや、これ俺に聞かない方がいいんじゃない。